おはようございます。幸太郎です。今日は5月の24日月曜日、午前の8時20分です。今日もコーヒーを入れていきます。最近までコーヒーをその酸味があるとかそういうふうな選び方をしてたんですけど、お店の人にその買ってるこれより美味しいのあるのって聞いた時に、これスペシャルティーですからって言われたんですよね。そのお店ではそれ以上上はないってことを言ってくれてたんですけど、スペシャルティってまあそういうお店の中で一番上なのかなって思ったんですけど、スペシャルティっていうのはそういうジャンルというか、こう生産者が誰だとか、どういうふうな経路でやってきたとか、あとは味が美味しいかとか、なんかそういう基準を満たした豆のことをスペシャルティっていうそうです。生産者までちゃんと見えるっていうところも含めてスペシャルティっていうコーヒーを、まあ、今後選んでいこうかなとは思いました。まあ、そうすることでその生産者の方とかを応援する形にもなるらしいんですよね。うん、美味しい。お散歩行ってきます。朝は結構雨とかだったんですけど、今は晴れてきました。YouTube のショートというのを最近アップしています。60秒以内の動画でハッシュタグシャープ SHORTS って入れて、アップロードすると、 あと縦型の動画ですね、アップロードすると短いバージョンの動画としてアップされます。僕も時々そうやってあげようかなと思っています。今日なんかは散歩を来ていて、そこからの動画でした。ショートのいいところは、YouTube 一本をですね、あまり編集なしに上げられるところですね。気軽にできるっていうのは、もうなんか今の気分としてはすごくぴったりです。こんばんは、幸太郎です。この間紹介したカメラスタンドプレートのフォローアップをしておこうかなと思っています。こちらですね。こちらのカメラスタンドプレートは本当にシンプルな作りで、アクリルのような、樹脂の素材と裏にゴムの滑り止めで、手で回せる4分の1ネジと、こちら側にもゴムのパーツがついてます。で、こちらが重さで言うと 115g、 僕が普段使っているクイックシューを足して 187g、 僕が、短いレンズ用に使っている、ミニ三脚で 149g なので、
まあ若干こちらのプレートの方が重いです。でこれぐらいの短い、レンズだとさっきのミニ三脚で大丈夫なんですけど、こっちをつけちゃうと、まあ、倒れてしまうんですよね。なのでこれが活躍します。いろんな使い方はあると思うんですけど、この僕は普段使っているクイックシューをつけていきます。こんな感じ。もちろんこれでも大丈夫なんですけど、例えばこちらのレンズをつけていきます。例えば今みたいな作業をする場合でも、このプレートにつけてしまえば結構安定しています。今まで、こういうカメラをもし机の上で使おうとすると、まあ、レンズを変えて小さいもので小さいレンズを使ったり、まあそういう使い方はしなかったですけど、こういう三脚を、これでもミニ三脚って言い方するかもしれないですけど、こういうものを使って立てかけたりしました。でも結構高さがあるので、まあ、普段はこういうのは使わなかったんです。なので この大きいレンズを使って机の上でこうやって置くってことが基本的にはできなかったんですけど、このプレートのおかげでできるようになりました。これだとちょっと角度がつかなかったりするので、そういう時はこういうですね、何か近場にあるものを置いたりして角度をつけたりすればいいのかなと思っています。もし撮影にこれを使いたい場合はこういうですね、自由雲台をつけておいたりすれば、これぐらい高さがあっても結構安定してます。まあ、特に風がなければこのまま外で使っても大丈夫かなっていう安心感がある感じです。あ、でもこうやって角度によっては厳しかったりするので注意は必要ですけど、まっすぐ、普通にまっすぐ構える分にはかなり安定しています。安心感がある感じですね。で、ただ普段僕が使うときは、まあ、今の使い方ですけど、この短いスタイルで置いています。このカメラスタンドプレートのいいところは、なんせこの大きなレンズを、安心して支えることができるので、机の上での、まあ、カメラをいじる作業とかが、できるようになったっていうことですね。意外とあるようでないような、商品なので、気になる点としたら、まあ本当にこの板の簡単な作りで金額が出せるかどうかと、まあ、外で使う分にはちょっと重さが、いわゆるミニ三脚よりはちょっと重い場合があるよっていうところだと思います。まあ、でも僕は外に持ち歩くことはほぼないと思うので、家でこういうカメラを操作するときとかにはものすごく便利だなと思って、机の上には絶対あるようなパーツになりました。というわけで今日の Vlog はこれで終了させていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。